はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、6月の9日水曜日でございます。今日は今からですね、東京ディズニーランドに行きたいと思います。東京ディズニーランドはですね、6月1日からね、かなり人数増やしたようですので、今もですね10時20分ということで、もうオープンからですね20分経ってるんですけれども、見てください、まだねこの辺からですね入園の最後尾が続いてるんですよ。めちゃくちゃ混んでますこの辺ということでね、今日はですね、その6月現在の混雑状況とか、今日実はねドナルドの誕生日でありますので、その誕生日のねこととか、いろいろですね今日限定のこといろいろあると思いますので、ご紹介していきたいと思います。今10時20分ですので、オープンしてからねもうすでに20分経っているんですけれども、最後尾がですねここを U ターンして上を登って、どうやらこっちのねボンボヤージュの方まで行ってるみたいですね。いや、これはやばいですね。パークの中に入るだけでも 2,30 分は軽くかかりそうです。一応ね6月1日にもディズニーランド来てるんですけれども、その時もね同じ時間帯に来てるんですよ。10時20分ぐらいに来てるんですけれども、1日よりね混んでますよね。だいぶ人数増やしたかもしれませんね、この1週間で。正直ね1日の段階でも、多分1万5、6000人は入れてたなと思うんですけれども、それをね超えてる勢いですよね、この見た感じでは。パークはどうなってるか分かんないですけれども、いろいろとですねそういうところをお見せしたいなと思ってます。はい、やっと持ち券をクリアしました。ちなみに今日はですねなんと31度ということで、めちゃくちゃ暑いです。もう熱中症にもね気をつけなくちゃいけない時期になってきましたね。今日はペットボトル2本持ってきてます。はい、ようやくランドの中に入りましたが、もうパークオープンから30分以上経ってるんですけれども、エントランスがめちゃ混んでます。子どもの方も多いしね、家族連れ、学生、カップル、たくさんいますね。でやっぱりドナルドの誕生日ということで、ドナルドっぽいね洋服着てたりね、なんかぬいぐるみ持ってる方も多数見受けられますね。最近はねかなり人数を増やしましたので、やっぱ混んでるような気はしますね。でさらにそれだけではなくてですね、やっぱドナタンということでね、ドナルド好きなねオタの方もたくさん来てると思いますので、やっぱいつものね平日よりも混んでるかもしれません。ワールドバザールはすごいですね、かなりの混雑。今タウンセンターファッション見てきたんですけれども、ここもですねドナルドのお祝いのですね棚ができてました。久々にバイスクルピアノがいますね、めっちゃ久々にぎわってます。はい、トゥモローランドです。今現在ですねハッピーフェアウィズベイマックスというイベントやってるんですが、これもですねもう6月30日で終了です。早いですね、結構長い期間やるなと思いきや、もうねあと半月で終わりですよ。もしかしたらですねもう今後一生ベイマックスの装飾が登場するなんてねないかもしれませんので、今のうちにですね見に行きたいところですね。一応装飾に関しましてはですねもうすでに別動画で投稿しておりますので、そちらご覧ください。見た感じはめちゃくちゃ混んでるんですけれども、アトラクション的にはそうでもないですね。スタツアは今現在5分待ちですし、モンスターズインクライト&ゴーシークも今現在10分待ちになってました。気になるのはこのショーベースですね。この前強風の時にカーテンがめくれちゃって、後ろにですねなんかクラブ M らしきロゴがね見えてしまってたんですけれども、それがいつあるのかっていうのがね非常に気になるところですね。俺的には多分7月からだとは思うんですけれどもね、楽しみですね。バズライトイヤーストロブラスターすでに5分待ちでした。スペースマウンテンは15分待ちなので、そこそこ混んでますね。でも今の時間で15分ですからね、もうこの後はどんどん減っていくと思います。夕方ぐらいにはね5分待ちになると思いますね。ハッピーフェアウィズベイマックスはもうね初日に近い時に来た時は130分待ちぐらいまで行ってたんですけども、もう今ではねもう全然キャストさんがね暇そうなぐらいすぐ行けるみたいですね。でフォレストシアターとかも一応エントリー受付なんですけれども、まだね妖精さんと合流してないのでやる予定はないです。この後ね13時ぐらいからね妖精さんがねパークにやってくるので、そしたらですね抽選をしていこうかなと思います。はい、新エリアはかなり混んでます。結構ね言葉聞いてるとねなんかなまってる方が多いですね。なので遠方の方も多そうです。
学生に家族連れに遠方の方カップル、たくさんいらっしゃいますね。さらに今日はドナタンということで、本当に1日よりは混んでると思いますね。1万6000ぐらいは入ってる気がします。ここら辺ぎゅうぎゅうです。ここにある列何かと思ったら、これ美女と野獣魔法の物語の列ですね。これはすごいですね。下手したら初日より列長いんじゃないですか。これはてか初日こんなところまで来てなかったですもんね。わーすごい、あれすごいことになってるけど、ここどうなってんのこれ。ミニーのスタイルスタジオの方を U ターンしてんのかなこれ。どういう状況これ。これ多分エントリー受付の列ですよね。しかももはや最後尾がどこかわからないというね。どうやら最後尾はあそこのトゥーンタウンのロゴのところらしいです。そこのロゴのところからここで U ターンして、このでっかい木2本をぐるっと回って、でここから向こうのですねキャッスルの方まで行くと。これは何分待ちなんでしょうね。もう明らかにジョマジが新エリアできてから来た中でも一番混んでると思いますね。間違いなくこんなところまで列は来たことないですね。1時間以上並ぶんじゃないかなこれは。トゥーンタウンのワゴンですね。トゥーンタウンデリバリーカンパニーというワゴンでございます。ここがね全部ドナルド誕生日のグッズになってます。ここのワゴンすげー、すごいよこれ。あ、6月9になってますね。何がすごいってこのワゴン全部ドナルドです。すごい、ドナルドの家の前でね黄色と青のねバルーンで撮影できるみたいです。黄色と青といえばやっぱドナルドですもんね。あ、なんとドナルド出てきてますね。ドナルドのグリーティングが見れるみたいです。すげえ。やはりこういう時はねトゥーンタウンに来るのが正解ですね。バルーンの演出だったり突発グリもねありましたし最高でしたね。プーさんのハニーハントはすでに8分待ちになってます。今12時20分ですね。で今日は珍しくファンタジーランドは空いてますね。ファンタジーランドに関しては6月1日よりも空いてる気がします。比較的歩きやすいですね。今12時半です。本店は朝からずっと13分待ちですね。でスマホも今5分でしたし、ダンボも5分です。アトラクは結構空いてそうですね。まあ、一応あと30分でドリミが始まるので、ぼちぼちドリミの場所取りしようかなと思います。今日は31度ということでね灼熱なんですけれども、まあ、ドリミがあるからかもしれないんですけど、今現在5分待ちです。スプラッシュマウンテンめっちゃ空いてます。まあ、多分夕方ぐらいになるとね15分ぐらいになると思うんですけどね。まあ、とりあえず今は5分ということで、まあ、比較的空いてますね。すごい消えちゃって残念なんですけど、ドナルドの絵があります。今日は灼熱だからすぐ消えちゃうね。今日はね絵のほとんどがドナルドです。はい、ハッピーキャンパーサプライですね。めちゃくちゃ久々に空いてるの見ましたよ。ここお、ちゃんとドナルドの誕生日になってます。もう明日からまた閉まっちゃいますよ。今日限定です。今12時40分です。リクサナーマンタが5分待ちになってます。超空いてますね。スタンバイパスもなしです。まあ、ドリミが終わったら若干混むと思うので、まあ、10分ぐらいになるかもしれないですね。でもスプラッシュマウンテンほどは並ばないと思います。だいぶ分散されて空いてきましたね。あと20分でドリミ始まるんですが、まだこの辺も最善は余裕で取れます。というよりねもう暑すぎて並べない感じですね。正直地面に座るとね地面が超暑いんですよ。なのでここら辺のね
日陰のところはもうめちゃくちゃ混んでます。こっちもねもう3列ぐらいまで並んでるんですけども、こっちのね日向のところはねもうまだ最善が取れるって感じですね。今後もですねもうもっともっと暑くなりますからね、こういうところも見ながらインパしないといけないですね。はい、ドリミ見ました。結構いい場所で見れてよかったです。もうね暑すぎてね15分ぐらいしか並んでないんですけれども、一応座り見最善取れたのでねもう全然いい感じです。それではですね、まあ、もうちょっとで妖精さん来るんですけれども、そのね妖精さん待ちでアストロブラスターに今から何回か乗りたいと思います。今1時45分なんですけれども、そのまま建物の中ですね。今までこっち側まで行かしてたんですけれども、こっち行かないですよ。今日めっちゃ空いてますね。これはやらないともったいない。スタッツは変わらず5分です。そして誰も行かないというね。この辺もガラガラ。あれもうやってるよね。これさっき朝来た時はやってたんですけど、もう今誰もいなすぎてやってるのかどうかすらなんか分かんないぐらいのレベルになってますよ今。今日はこの暑さで人減った感じしますよね。ドナルドの誕生日なのでオタは確かに多いんですけども、多分ねもう帰ってんじゃないかなみんな。今日はドナタンなので何かあるかもしれないですからね。キャッスルショー今から待ちたいと思います。3時からですね。あと30分です。でその間にねエントリー受付やりたいと思います。はい、それではフォレストシアターの抽選いきます。最近は BBB もねフォレストシアターも一応連続で当たってるので調子はいいです。いただきます。よし、今日結構少ないからね当たってほしいですけど。はい、はい来ました。ありがとうございます。お、いいですね。いいはいいですね。いいですね。はい、調子いいですよ最近フォレストシアター。この調子でミニのスタイルスタジオ行きます。いけー、どうかな。お、た初日はね外れちゃったんですけれども、今日は当たりました。夏服です。めちゃ混んでます。はい、キャッスルグリーでした。まあ、なんかやってくれるかなと思ったんですけど、ちょっとだけねやってくれました。コンマ2秒ぐらいですけれども、またそれ別動画でね投稿しますね。はい、でようやく今からご飯です。お腹すきました。朝から何も食べてないです。3時15分です。やっと朝ごはんとお昼ご飯です。6月30日で終わっちゃうのでね、ベイマックスバーガーにしました。お腹いっぱいになったのでアトラクションをねいろいろ乗ろうかなと思います。4時20分からミニのスタイルスタジオなので、あと30分時間あるのでね、とりあえず今からハニハンに行こうかなと思います。8分待ちです。今4時7分です。あと13分あるのでスノーホワイトに乗りたいと思います。ピノキオを乗ろうかなと思ったら今やってませんでした。はい、それではちょうどいい時間になりましたのでミニーのスタイルスタジオ行きたいと思います。初夏服です。楽しみ。ちなみに6月1日初日は外れてしまいました。夏服ミニめちゃかわでした。これ別動画でねちゃんと投稿しますのでぜひねお楽しみに待っててください。それでは次はですね5時20分からフォレストシアター当たってますので、それまでちょっとブラブラして時間になったらねフォレストシアターの方に行きたいと思います。あと30分ぐらい時間あるんでしょうね。どうしようかな。スペースマウンテンは5分になりました。アストロブラスターもずっと5分ですね。今日は1日中アトラクは空いていていいですね。はい、それではですねフォレストシアターの時間になりましたので向かっていきたいと思います。美女と野獣はもうスタンバイ開放されて5分待ちになってますね。終わったら来たいですね。それでは5時20分からのフォレストシアターです。楽しみですね。行ってきます。はい、フォレストシアターです。あー楽しみだ。何回見てもいいよね。皆様に快適にショーをお楽しみいただけますよ。シアター内の飲食、はい、ではフォレストシアター終わりました。やっぱ良かったですね。最高ですね。
じゃそれではビジアイズ行きたいと思います。5分待ちです。ここまでノンストップです。美女と野獣でした。もうノンストップで行けちゃいました。もうかなり空いてますね。この辺もね非常に歩きやすくなってます。今日の朝めちゃくちゃ混んでましたけどね。ではこのままですねお次にホンテッドマンションに行こうと思います。今6時54分です。あと5分でギリギリでピーターパン乗りたいと思います。多分ラストアトラクションだと思います。はい、ということで今日はですね2021年の6月9日の東京ディズニーランドでした。まあ、今日はねドナルドの誕生日ということで、まあ、いろんなところでねお祝いしてましたしね。まあ、朝はだいぶ混んでましたけれども、まあ、夕方ぐらいになったらですね、まあ、だいぶ大人の方もいなくなったり結構ね空いてたなっていう感じですかね。まだまだ結構パーク的には遊べる方かなっていう感じです。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたらいいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。